君一等局実党課題受賞を廃用した山本達夫山本達夫から1947年11月12日は明治後期から戦前昭和期の日本の銀行家、政治家43歳で第5代日本銀行総裁に就任後、政界に転じて貴族院議員、日本官僚銀行総裁、大倉大臣、農商務大臣、内務大臣、 立憲民政党の最高顧問を歴任した、政界の長老的存在。議会は、二に、君党は、君位党、借位は男爵。号は、畜慶、文後国臼杵藩士、山本閣の次男として、現在の大分県臼杵市に生まれる。藩校学古建に学び文部に引いで十三歳で、宗家の養子師となるが、実家、養家共に貧しく、 内職で家計を支えた。さらに、廃藩置県が追い打ちをかけることとなる。17歳で、大阪に出て3年間小学校教師をしながら、学士を稼ぎ、東京に出て、慶応義塾で、福沢諭吉に学ぶが、月謝を払うことができなかったため、慶応義塾で学んだ期間は短かった。そこで当時三菱財閥が経営していた、明治義塾に転校し、助教を務めながら、 学士を稼ぎ、過労死て卒業した。卒業後、岡山の県立商法講習所の教頭になったが、政治の批判会などを開催し問題を起こし、大阪商業講習所の教頭に転任せざるを得なくなり、そこで教頭として1年勤めたがここでも問題を起こし、三菱商業学校を卒業した関係から1883年に郵便機船、三菱会社に入った。 そこで、川田小一郎より才能を認められて、幹部候補生となって、各地の支店の副支配人を歴任する。1890年、当時総裁であった川田の要請によって35歳で日本銀行に入行する。1895年には川田の命により、横浜商金銀行の取締役に送り込まれた。さらに1896年4月には金。 本位制実施のための準備のために、ロンドンに派遣され、さらに翌年には、ロンドン滞在中のまま、日本銀行理事に任命された。ところが、1898年10月に、日本銀行総裁の岩崎矢之助が辞任すると、山本は突如日本に呼び戻されて、第五大総裁に任じられたのである。日本銀行に入ってから8年目の43歳のことであった。 総裁に就任した山本は、当時の日本経済が加熱気味で、成果流出の危惧があり、また政府から日本銀行に対する融資要請が相次いだために、山本は金融の引き締めと政府の赤字財政体質の改善を要求して、政府の激しい反発を買った。政府は山本に圧力を加えたが、山本は日本銀行の主体性を唱えて、これを拒んだ。だが、 私学出身で中途採用、入校8年目の山本総裁の誕生に対する日銀内部の反感は根強く、また山本自身も一徹者であったために就任からわずか4ヶ月目に幹部にあたる支店長、局長、理事の大半にあたる11名が辞表を提出して山本の失脚を企てた。だが山本はすぐに辞表を受理して直ちに人事の刷新を図った。 これには、内外は、騒然としたが、伊藤博文や山形有友らは、山本の方針を認めたために、山本はそのまま人気切れを迎える1903年まで、総裁を続投した。日本銀行総裁退任後の1903年11月20日に、貴族院直選議員となり、1909年には、日本官業銀行総裁に就任した。 その運命を大きく変えたのが、1911年に成立した第二次、西恩寺内閣において、西恩寺金持総理に壊れて、財界からの初の大蔵大臣として入閣したことで、あった。健全財政主義を報じて、日露戦争後の財政立て直しを持論としていた、山本は、当時の軍部による軍閣に批判的であり、二個師団、増設問題をめぐって、陸軍と衝突して、 内閣総辞職の原因を作った。だが、以後の山本は、西恩寺の立憲政友会との関係を強め、対象政変後の第一次、山本内閣では、政友会の推挙で、農商務大臣に就任して、山本の二代後の日本銀行総裁であった、高橋惠紀よ、大倉大臣とともに、財政再建に当たるが、シーメンス事件で志半ばで挫折する。 この農商務大臣在任中に正式に政友会に入党した。政友会による本格的な政党内閣である現内閣においても再度農商務大臣を務めた。ところが、この頃より積極財政主義の高橋と健全財政主義の山本の間で意見対立が目立つようになった。この傾向は原高市総理が暗殺されて閣僚はそのままで。 高橋が声優会総裁として高橋内閣を率いるようになってから一層白車をかけた。その頃、原の後継者として台頭してきたのは横田千之助と常波武次郎の二人であったが、横田は高橋を支える路線を取ったため、これに不満を抱く山本と常波は自然と接近するようになる。1925年、 第二次五県運動への声優会の参加問題をめぐって参加に反対するとこなみは声優会を離脱した。山本もこれに同調し、中橋徳五郎、元田はじめ、鳩山一郎らも加わって声優本党を結成した。だが声優本党は国民の支持を得られずに勢力を減退、また路線対立から中橋、鳩山、元田らは次々と 声友会に復帰した。昭和2年、声友本党は県政会と合同して立憲民政党を結成。山本は常並とともに最高顧問に就任した。だが、常並もまた声友会に復党してしまい、旧声友本党幹部で山本だけが民政党に取り残されることになったが、山本は1940年の大政翼産解決成による、 民政党会党まで同党に属することになった。浜口友好相南事件後には、戦国三つぐ、浜口と三人で、会談の場を持ち、浜口から総裁の公認を引き受けること、場合によっては、総理大臣の対面を廃することを構成された。しかし山本はこれを誇示して承諾せず、江義翼と足立健造と相談の上、若月礼次郎が、再び総理大臣となった。 5.15事件後に成立した斉藤内閣では民政党を代表する形で内務大臣に就任した。翌1933年にはゴーストップ事件が発生し、陸軍と内務省の対立に発展したが、山本は一歩も譲らなかった。山本は元警視総監、東京市長の伊沢拓雄の進言に従って、官僚の身分保障規定の復活を行って、 政党と内務官僚の関係を断ち切ろうとした。だが、内務官僚出身の農林大臣、後藤文夫が画策する選挙粛清運動には、政務次官、斉藤隆夫や前述の伊沢と共に強く反対した。だが、軍部の政治介入の進行、民政党の回答によって政治的基盤を失った山本の政治的発言力は次第に失われていき、 太平洋戦争敗戦とそれに続く日本国憲法交付に伴う貴族院と社会の廃止といった流れを政界の長老王として手をこまねえてみているだけであった。貴族院議員の地位を失って半年後に92歳で死亡した。昭和4年から昭和16年まで慶応義塾評議委員会会長を務めた。ありがとうございます。